小矢部市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小矢部市は富山県西部にある市。両政国としては越中国と南軍に属した。西端にある栗から峠で加賀国に接し、古来から北陸道の要衝であった。 江戸時代は、加賀藩領。加賀藩やその市藩の城下町などであった、現在の富山市や高岡市、石川県金沢市に近く、北陸街道の宿場町として栄えた。現在は、通勤時間が30分圏内の隣接する、高岡市や金沢市への通勤、通学率が高く、高岡市や県境をまたいで、金沢市のベッドタウンを形成している。 愛の風と山鉄道と三つの高速道路が通る交通の便が良い地域として工業化が進み市内にはリクシル伊東ハム等の企業の工場がある市内の中心部には小矢部川が流れている市内には主にヨーロッパの有名建築を模した保育所、小学校、中学校が立ち並びメルヘンの街として有名である北部、北西部から 南西部にかけては山地、または中山間地。東部から南部にかけては、都並平野の一角をなし、伊すルギ、津沢の漁師街地を除いて全般に、三居村ののどかな景観が広がる。突起なき場合、令和元年度版小矢部市統計書による、小矢部警察署伊すルギ駅北陸新幹線は市内を通るが、駅は設けられていない。1972年までは、 開越の鉄道開越線も市内を通っており、イスルギ駅を起点として南都市方面へ向かっていた。クロスランド親ヤのクロスランドタワー用意に一級建築士で元北陸地方建設局長だった親ヤ市市長の松本正夫が子供たちに夢を与えたいと市内の公共建築をヨーロッパや東京の有名な洋風建築物に仇すことを発案。 1976年から1992年にかけて35箇所が建設された。これらはメルヘン建築と呼ばれるようになり、現在では市や市観光協会もそう呼んで観光客誘致に活用している。コスプレ撮影の背景として人気がある。ただし当時から親部との関連の乏しさ、割高な建設費への批判はあり、 1>, 1から2割増しの建設コストが問題視され1992年にストップがかかった。これらの建築物は市の観光スポットとなっているが、老朽化と利用者数の減少。市の行財政改革により2018年から徐々に解体されることになった。2018年から2020年に解体開始が予定されているのは幼稚園1カ所、保育所7カ所である。自称。 樹栄の乱で、栗から峠の戦いが行われた。栗から峠は、限定公園になっており、古戦場がある。源義仲が使ったと伝承される、比牛の刑にちなんだ、源平下牛祭りが7月下旬に開催される。源氏が、峰城は、源平合戦に遡る城跡である。栗から峠とその周辺にはこのほか、ハブゴ国屋綿具、洋院。 栗から不動寺といった謝辞がある。932から 01XX。ありがとうございます。